ラスト1話なのに謎が多すぎる。はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーギーツの方のニヤニーの後をやっていきたいと思います。今週もたくさんのコメント本当にありがとうございました。どれを選んでいいのかとか、どれを取り上げようってね、今までで一番悩んだ時間が長かったんじゃないでしょうか。まあそんな感じでですね、面白いコメントをねピックアップしておりますので、ぜひ最後まで、お付き合いいただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。ニヤニヤチャンネル Ready? Play! ウエストポーチさんからのコメント。個人的に V シネや冬映画などで回収されてほしいポイントです。1、創世の女神によって作られた人間。ネオン以外にも創世の女神によって作られた人間はいるんじゃないでしょうか。もしくは人間を超えた存在へと進化をしていたものもいたかも。また実は創世の力には起源があって、時が来たらネオンは消えなければならないとか。2、運営がジャマトを生み出した経緯。夏映画で若干の言及はありましたが、例えばアルケメデルがなぜジャマトを育成し始めたのか、いや、もともとベロバはジャマトのスポンサーの名乗っていましたが、スポンサーとしてどのような支援をしていたのでしょうか。というか、そもそもデザグラにおけるスポンサーって何なのでしょう。デザイン能力がある未来人において金銭的な援助が必要とも思えませんし、クラマ財閥は現代の政府とのパイプや情報統制といった役割がありそうでしたが、ベロバはどんな支援をしていたのでしょう。3、現代に残されたジャマトの処遇。ジャマトがデザグラにおける敵キャラとして生み出されただけの存在だとしたら、キングオージャーにおけるバグナラクのように一概に敵とは言えない存在です。そこでジャマトを壊滅させようとする勢力とジャマトを守るイスズ大地みたいなスピンオフも見てみたいです。もしくは実はジャマトの一部はジャマーガーデンを抜け出して外部のオーバーロードのように独自の進化を遂げていた個体がいて、それらの王であるキング・クイーン・ジャマトと人間との平和的共存を望むジャマトを束ねる大地の衝突とかも面白そう。4、人類滅亡。王道な展開ですが、人類滅亡の運命を止める戦いも見てみたいところです。48話でウィンと対峙したゲームマスターが、どうせ100年後には存在していない的なことを言っており、どうやら100年後に人類の滅亡が起こるようです。例えばその100年後の世界を舞台にした滅亡を止めるためのデザイアグランプリを開催するとか。一方で問題は、人類滅亡が阻止されれば未来にかなりの影響が出ることです。ジーンやキュンは消えてしまうかも。5、バッファー。トールを陥れたライダーたちについても掘り下げてほしいですが、それ以上にバッファをエントリーさせたオーディエンスは誰だったのでしょうか。ベロバはもともとはジャマトのスポンサーであり、道長とはジャマーガーデンで初対面だと思っています。という感じで、結構ね、もう次が最終回なのにもかかわらず、まだ回収されてないというか、こう残っている謎って結構あるんですよね。僕もね、結構前に何個かこう上げてはいたんですよね。なのでちょっとね、今回それもね、お話をしていこうかなとは思うんですけれども、ちょっとね、僕が、この間まとめていたことで言うと、幽閉されたエースの父、ここもね、あの日以来ノータッチですよね。そして第2話ぐらいからかな、始まっていたケイワのビデオ日記、これもね、ケイワが退場した8話以降を全く描かれなくなったんですよね。なのでこれに何かね、意味を持たせていたのであれば、この V シネであったりとか、今回のね、次の冬映画とかで回収というか、まあ触れてほしいかなというふうには思いますよね。そしてエースが助けた少年のその後っていう感じで、平の息子のことですね。この、平の息子は、お金はねなかって、エースがこう支援した。でその先どうなっているのかっていうのも分かってないんですよね。なのでまあ次もしかしたら出てくるかもしれないですよね。平もまだ全然ね、出てきてはいなかったので、最終回で回収する、もしくはまあ V シネとかね、続編で何かしら期待できるのかなというふうには思います。で、次はですね、サマスは必要だったのかってところですけれども、これはまあ次回のね、最終回で何かしら必要だったっていうね、要素が出てくるのかもしれないですね。で次はですね、この令和に入ってから、まあちょっとね、仮面ライダーリバイスではなかったんですけれども、最終回限定フォームをあるのかどうかっていう感じで、リバイスを抜いた作品でいうと、曲のね、オープニングの曲のタイトルが、フォームにそのまま入っているってことがあったので、今回であれば
トラストラストっていうね曲名なので、トラストレイズバックルとラストレイズバックルみたいな感じでこうねリボルブオンしたりしなかったりみたいなねフォームがあって、まあそれがそのまま仮面ライダーギーツのブーストマグナムチャワーマグナムブーストかマグナムブーストの姿をしているとかもあったりもするんかなっていうふうには思うんですが、まあ前作のねリバイスではなかったので、まあ今回からはもうないみたいなね展開もあるのかもしれませんので、次のね最終話どういうふうになって終わっていくのかも注目して見ていきたいところです。そしてラストがですね、ちょっとね夏映画の話題にはなるんですけれども、このオパビニアジャマトってこの映画内で倒されずに消えたんですよね。消えたというか、まあ、出てこなくなっちゃったって感じなんですけれども、こいつがもしね今後の作品冬映画そして V シネであったりとかに関わってくるのかってところがね結構気になるところではあるんですよね。ジャマトンにもかかわらず倒されずにフェードアウトしていったって感じもするので、こいつが今後のねキーになってくるってなったら、またのこれちょっと面白い展開にはなってきますよね。という感じでですね、まだこのねもう最終回目前ではあるんですけれども、残されている伏線であったりとか、まあ謎っていうのがたくさんあるわけなんですよね。まあ残さ伏線というほどちょっとね大げさではないんですけれども、これってどうなったんやろなっていうね疑問ですよね。なのでそれは別に回収されたらされたで嬉しいんですけど、回収されなかったらされなかったで別にそういう重要な要素でもなかったんかなっていうふうになるだけなので、特に触れられなかったらまあ無視してね、やっていこうと思います。はい、では次のコメントいきましょう。続いてもウエストポーチさんからのコメントです。個人的にはスエル戦の決着についてはまず武人騒動ファンタジージャマシンフィーバーの3人でスエルをかなり追い詰めるが、ナーゴとバッファはリバースを食らってファンタジーとジャマシンが消失、タイクーンはかろうしてリバースを避けるがシンプルに力負けして変身解除に追い込まれる、絶体絶命のピンチに正義のオーディエンスたちからのスパチャでそれぞれに忍者ビートゾンビのバックルが送られる、あわよくばそこにギーツが現れ、かなり久々のメイン4人の初期フォーム共闘という展開も見てみたいです。ちなみにこれだと映画で武人騒動は出てファンタジーやジャマシンが出なかった点にも説明がつくので、そこまで作り込まれているとめちゃくちゃ熱そうです。映画とやっぱりねつなげてくるってなれば、なぜファンタジーとジャマシンがね、映画には一切出てこなかったのかっていうところも気になってくるんですけれども、このねウエストポーチさんが言うように、このね最後のリバースを食らったことで、そのバックルがなくなってしまったのであれば、本当にね納得のいくラストにもなりますし、映画ともねしっかりリンクさせているので、ああこれが最終回の後の映画だったんだなっていう風にね分かってくるので、まあそういう展開もありっちゃありですよね。でまあ結局その、まあ、映画でよくあるのが撮影時期が全然違うから、その時にはなかったフォームみたいなのがね全然あるかなというふうには思うんですけれども、ジャマシンバッファに関しては結構ずっと出てたので、まあ、側としてはねスーツとしてはあったはずなので、なぜ使わなかったのかとなれば、最終回でこのね、ジャマシンバッファが使えなくなっているとなればかなりこう説明はつきますし、まあファンタジーもそうなんですよね。あれもね仮面ライダーエグゼイドのブレイブのあれでしたよね、リデコではあったかなというふうに思うので、まあ素体はあったはずなのですぐね作ることは可能だったんじゃないかなというふうに思うので、映画の時期にはなかったっていうね説明はなかなかつかないかなというふうに思うので、確かにねこのね、ウエストポーチさんが言うように、最終回のこのね次回でファンタジーとジャマシンバッファのあのバックルがねなくなったから映画には出てこなかったっていう線はもっとね濃くなってきましたよね。いやこれは面白かったです。はい、では次のコメントいきましょう。なんかね久しぶりじゃないですかね、しずきさんからのコメント、すげえ納得しました。ただジャマシンの仮面ライダー特攻の方が上なのか、リバースの古代人特攻の方が上なのか、来週までブラックボックスなんですよね。以下リバースの古代人特攻の方が上だった場合のスエル撃破方法を考えてみました。ギーツ本編は基本的に急な展開はすでに開示されている情報で説明できる場合があるので、スエル撃破も開示されている情報で説明できるはずです。この考察でいうと古代人はリバースで時間を戻される、100年後には全てが終わる、そしてエースは強い願いが元で記憶を持って転生するようになったです。長くなりましたがズバリエース未来人の時代に転生する説です。三つ目さんと会えたエースの今の願いも創生できちゃうくらいですので、強い願いだと言えるイコール転生自体はできると思います。また2000年生きてきたエースにとって100年は比較的すぐに来る未来でしょう。
未来人のエースになってこの時代にやってくる。リバースの古代人特攻は関係なくなる。プラス白黒つむりやギロリさんや正しいデザイアグランプリを求めるオーディエンスによって変身アイテム意識を手に入れて勝利。未来側から今度こそスエルたちを強制帰還させるみたいなルートになるかと思います。上げ足を取ろうと思えばいくらでも取れる考察というか妄想なので早く答え合わせしたいです。日曜日が待ち遠しい。いやーこれも面白いですよね。でもこのねエースが今回で退場して未来人となって復活して未来からやってくる逆輸入みたいな感じのエースってことですよね。でもちょっとね上げ足を取ってみようかなというふうに思うんですけれども、それだと未来から来たエースはエースではあるけど浮世エースではなくなる感じですよね。なのでそうなればちょっとねどうなんかなってところもあったりもするんですよね。まああくまで今回のね仮面ライダーギーツの主人公って浮世エースじゃないですか。で最後に出てくるエースが、まあ、エースだったとしてもいいんかもしれないですけれども、浮世エースじゃないとちょっと気持ち悪いところもあったりするんかなっていうふうのも思いますし、もうちょっと上げ足もね取っておこうかなと思うんですけれども、そうなると今の展開であればサマスの役割っていうのがかなりちょっと弱くなってくるかなっていうふうのも思いますし、あとはですねこの展開なのであれば、まあ、せっかく復活したギロリの存在意義っていうのがそんなにないんじゃないかなっていうふうにも思ったんですよね。めちゃくちゃ久しぶりに復活したのに、まあ、イベントみたいな感じでね終わるのはちょっともったいないかなというふうに思うので、ここでちょっとねギロリが復活したっていうねかなり重たい意味、重要な意味を持たせるのであればもうちょっとねギロリが絡んできた方が面白みは増すんじゃないかなというふうには思うんですよね。これね結構この考察の醍醐味なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、出してもらった考察にもう上げ足を取ったりとかこう矛盾点を見つけてこう指摘というか、まあこういう考えもありますよねっていう、まあ新たな提案ですよね、するのってこのほんまに考察の醍醐味なんじゃないかなというふうにも思うんですよね。僕も前回この動画で出した、考察はあるんですけれども、この時僕作りながらいやこれ完璧やろっていうふうに思ってたんですけれども、結構ねコメント欄であったのが、まあ道長のねあの邪魔神バッファに対して、スエルがリバースをしたら、もうどうしようもないですよねみたいな、うわ確かにそうやなみたいな発見もねあったので、結構ねみんなから出された考察に対して僕はこんな感じで、つつくっていうのも楽しいですし、僕が出した考察に対してみんながこうね上げ足を取って続いてくれるってなるとまたねこれもね面白いので、そうなって、矛盾とか、つつく場所がなくすような考察をしていけばおのずとね答えに近づいていくんじゃないかなっていうふうにもなるので、まあ、仮面ライダーガッチャードの方では、まあ、みんなのね、出してくれた考察を上げ足を取ってみたりとか矛盾点を指摘してみたりとか、まあ、逆に皆さんがね僕が出すいつもの考察動画に上げ足を取っていただいたり、つついていただいたりみたいなねしていって、みんなと一緒にね、このチャンネルでは、答えに近い考察をしていけたらなというふうに思っております。はい、では次のコメントいきましょう。今日はちょっと早いけど最後の森考察をやっていきたいなと思います。エースは撃たれたようで実は無事だった線で考察してみましたが、確かにエースは死ぬまでデザグラに参加するという願いは逆説的に考えるとエースが死ぬまで終わらないともなりますね。邪魔神バッファの件ですが、他のコメントでもあるようにリバースを使われる可能性もある。予告を見ると結構苦戦しているようにも思います。武人ソードもファンタジーも同じくなくしてしまう絶体絶命のピンチ。でもギーツでずっと解いていたのは諦めない心、諦めずに戦う彼らの周りで鐘が鳴り力が戻ってくる。そこにはギロリの働きによって戻ってきたヒーローの活躍を願うオーディエンスたちが、未来人と私たち視聴者の願いとともにスエルは倒されるという最終回の追加妄想です。最後までハラハラとドキドキがすごい。ガッチャードは楽しみですが、ギーツロスが本当に不安です。ここで本当に思うのが、この仮面ライダーギーツで最終回の直前になってもどんな終わり方をするのかっていうのが本当にね皆さんが考えてるこの何パターンもありそうやなっていう風にね感じるんですよね。これやろっていうのがねなかなか見つからなくて、仮面ライダーリバイスでも結構最終回の展開って終盤までね読めないことがありましたし、まあ最終回まで正直わからないところはあったんですけれども、結構ね仮面ライダーウェブの画像とかで、あ
バイスが映ってへんわとか、あ、一気記憶ちゃんと戻るんやなって分かる画像があったりしたんですけれども、今回の仮面ライダーギーツに関してはそういう情報が一切伏せられてて、どんな終わり方をするのかなとか、まあエースが映っていないっていうのがあったので、まあいろいろね考えれるところはあったかもしれないんですけれども、いやエースならバカして帰ってきそうやなみたいなね、今までこの本編内で張ってきた伏線であったりとか、傾向であったりっていうのがね、もう僕らの考察をすごく邪魔をしてるんですよね。なので本当にこの仮面ライダーギーツは最終回の展開が読めない。いやこれね、本当に神作と言ってもいいですよね。まあ令和に入ってからは結構ね、面白い作品が非常に多いですし、まあ僕なんか特に、令和に入って2作品目の仮面ライダーセイバーからこうやってね、考察を始めたので、どっぷりハマっているのがこの令和に入ってからっていうのもあるから、特に面白いなっていうふうに感じる部分ではあるんですけれども、特にね、その中でもこの仮面ライダーギーツっていうのは、まあ、考察要素もしっかりやって、こうやってね、みんなと一緒にこう議論し合って1年間やってきたので、すごくね今まで以上にも、思い入れが強い仮面ライダーでもあるから、特にね面白いなっていう風にね思うところもあったりするかなとは思うんですけれども、皆さんはこのね1年間仮面ライダーギーツを見てきてどうだったでしょうか。僕の中ではこのね世間の声としても、ギーツちょっとおもんないわっていうのを、リバイスであったりとかセイバーの時に比べると全然見なかったなっていうふうには思うので、まあそういうところとってもやっぱり今回のね仮面ライダー技術っていうのは神作だったんじゃないかなというふうに思います。まあこのね神作かどうだったかっていうのはね、最終回見てからまたねみんなと一緒に議論していけたらなというふうに思っております。ということで今日はねこの辺で終わっておきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。前回の動画の最後にもちょっと話したんですけれども、うちのテレビの調子が今すこぶる悪くて、多分明日もねテレビつかないとは思うので、ちょっと残念ながら明日のライブはないかなと思います。朝起きてみてテレビのねちょっとねご機嫌が良ければまたコミュニティの方でご報告させていただきます。